お疲れ様です。それではテクニカル的に第3週を見ていこうかと思います。第3週目は15日から19日ですね。で、月曜日がアメリカ休場なんで、私たちテクニカラーとしてはね、テクニカラーって言葉が出ましたけども、月曜日はまあ見ておくだけにしたらいいと思います。そして金曜日は急速に難易度が上がりますね。この辺、第2週とほとんど同じ状況です。まあ、ですので先週と同じように、火水木、この3日間をね、攻略していきましょう。そして全体的には下落に向かう見通しということが見て取れます。で、例えばこのね、今、週足を見ていただいてるんですけども、週足に関しましては、上髭が目立つ展開になってます。こちらの方ですね。それから、週足っていうのは基本的にテクニカルはね、そんなに作用しないんですけども、あえてテクニカルで見るとすると、これ下落トレンドが、移動平均線との関係で見て取れるところと、あとはね、やっぱり下落の途中で、戻り売りが入ったぐらいの戻りなんですよ。この半値はね。まあ、ダブルトップと考えてもいいでしょうけどね。下の方に向かう。その力っていうのは変わってませんよっていうふうに見て取れます。まあ、ですんで、これからどんどん円高に向かっていくんではなかろうかっていうところですよね。それから、3月とか4月あたりにはね、日銀総裁、植田総裁から、金利をちょっと上げましょうかみたいな提言があるんではないかなというふうにね、予測します。理由はどっかの動画で申し上げている通りなんで、ここでは割愛しますけども、タイミングはね、そこしかないってことなんですよね。まあですんで、そこを含んで、徐々に円高の方向、つまりセルの方向に向かっていくんではないかなっていうふうに感じます。これが1月の半ばから2月に顕著に出てくるかなと。で、130円台。つまり140円とか139円の方に、やっぱりこうタッチするんではないかなと思いますよね。まあ、それがもう目と鼻の先まで来てますからね。ここですからね。前回もそうなりかけました。はい。そしてデイリーの方を見ていきましょう。はい。デイリーの方も先ほどと並んでですね、下落の途中にちょっとだけ上向きになったよっていうことなんだろうなと思います。はい、もちろんね、この陰線の時に考えたのは、あ、上に向かうんじゃないかなと思ったところなんですけども、強い上髭がそれを否定しているのと、陰線が2つ並びましたんでね。だから今週、デイリーがここにね、反映されてますけども、もう1個ぐらい陰線が出たら、サンバガラスの完成ですから、まさに下の方向に向かうお膳立てが揃ったというふうに見て取ることができるんじゃないでしょうか。ですんで、月曜日、15日ですよね。15日が陰線が出たら、あ、これは今週、下の方向に向かうんじゃないかなというふうに考えればいいと思います。はい、次は4時間ですか。4時間ね、4時間を見ると上昇トレンドの途中というふうに見ることができます。まあもちろん移動平均線とローソク足の関係なんですけどね。ただ私が思うのはここを突き破って下に行くんではなかろうかというような見立てなんですよね。だから月曜日、多分下の方向に向かっていって、4時間も下落になってしまうんではなかろうかと思いますね。もし4時間が高値を切り上げるような展開、安値を切り上げるような展開、つまり上昇トレンドをね、終わらないようでしたら、上昇トレンドはこの辺りから始まってますからね、上昇トレンドを継続するようでしたら、ちょっと考え直さなくちゃいけないなっていうふうに思いますね。それを心に置いて1時間見ていきます。ついてこれてます?大丈夫ですか?はい、1時間、再び下落の形をしてますね。ここから下の方向に行くんではなかろうかっていうところです。覚えてますかね、上髭と下髭が出ている、このダイヤモンドみたいな形。ね。ここでは出ていませんけども、上下の転換がありました。そして、上髭、下髭で、やっぱりダイヤモンドのような形。さらにここにも、上髭、下髭で、ダイヤモンドのような形。ね。下から上がってきたのが、下に戻っていって、下に戻ったのが今度上に行く可能性もありますが、そうではなくて下に向かうようなら1時間も下落トレンドが見て取れますんで、月曜日その辺りを確認してね、もし下に行くようでしたら火曜日はセルで勝負するっていう風な腹積もりになるかと思います。まあこれがテクニカル的に見た形の週足から1時間軸までの展望ってことになってきますね。それぞれこうだと決めつけてるわけじゃなくて、こういうふうに向かうんだったら、今の時点での考えの通りになるけども、そうじゃない限りは、その日その日でね、別の理論をちょっと作っていかなくちゃいけませんよってことですね。まあ、つまり全体のラシーバーを書くのが、この週間展望ってやつですから、おおよその見通しを立てていって、修正はその日その日でかけていくってことです。非常にね、これね、大事になってきますから、大筋でどう考えるのかってことを、まだ相場が始まってない時にまとめていくってことでね、大ぶれしないようになりますからね。このトレーニングは必ずしていってください。じゃないとテクニカルの力はつきません。それでは。